お中日強えと思ったけど、ね、いや中日強かったさ、ある意味 あれでも逆だったら完全発揮してるよね、やばい、多分乗らないし、うん、なんか大鵬さんが来てね、大丈夫お前のために勝ってやるからなんかアンドンゴーのいやファルチップです、審判やってこいそれは無理でしょ落合監督ね、これもまたあの人との出会いで、うん、あの方はね、僕が思うのはもう本当野球の神様がついてた人っていう、あ違う、いやでもね、あのまあここに立浪がいてもそうかもわかんないですけど、もう本当にもう怒られるかもわかんないです、本当早川さんかわいそうだと思うんですよ僕唯一自分もかわいそうだとかありましたけど一番かわいそうは早川さんだと思ってますもん、いなきゃいかんし ね、いつも近くにいないかんし、本当に本当早川さん倒れるなって僕が心配してた、それは何ですか、あれやれこれやれって言われること、それ必ずその場にいるわけじゃないですか、あでまあプレーとはもう全く関係ない監督次の時に、なんかたまに怒られる時もあるし、叱られてるでしょうね、なんか機嫌悪くなったらもうね、そんなことはもう大変じゃないですか、いやだから結局例えばその後のたけしとか山とかをどういう状況なのかっていうのも探りに行かなきゃいけないよ、なんかちょっとね嫌な役目結構多かったです、うん、かわいそうだよね監督付きはね、もう、うん、やっとけってこう選手の管理とかね、うん、そういうのはいろいろ言わないことを言わなきゃいけなかったかもしれない、それは早川さんは一番日政権の時に3人呼ばれてお前らで何か考えろって言われたもんなそういうこともあったと、いやだってさ、二次政権の時なんて僕結構もう最多勝も3回取ってるし、うん、意外とベテランだったんだけど若いやつが何回やると必ず叱られるんですよ僕、うん、ミーティングで、だって大勢がお前らも大人になったからもういいよ、言わないわ、楽だわって言った途端に3日ぐらいまで怒ってますよ、若いやつが何回やると大山って必ず来るんですよ、あね、うん、お前がやるから真似するんだって必ず言われてた、うん、オーストね、武田と紀藤ってのがいて、うん、2人もうね、端っこで笑って、あいつまた叱られる、また叱られる、一人で笑ってんだよ、つってって、あいつまた言われるの、いやもう、俺はもう、だから、もう、絶対来ると思って、返事がね、声ひっくり返らないように、うん、あの急に言われて、はいって言っちゃうんで、うん、ちゃんとはいって言えるように、って質問で、もう若いピッチャーが叱られ始めた、最後に、おー、山って言われるんですはいって言えるように、本当あっちで紀藤と武田がね大笑いしてるんですよミーティング中なのにクスクスとまた怒られてる、あいつ、まあでも謙信と辰巳はそんなに怒られなかった、怒られなかった、あんま記憶にないですよ、ね、まあそれだけちゃんとできてたから怒られる必要ないのかもわかんない、なるほどなるほど、あの、まあ、野口もよく叱られたしな、もうあれベンチ前で早川さんスカウトですか、あれベンチ前立たされたの野口だっけ、野口坊主にして、はい、でやたら僕があいつになってお前バケツに水入れてんじゃん、バケツ水もないに立たされて、あれ一試合立ってましたからね、あいつね、うわー、オープン戦で、きつい、うちもよう怒られたな、いや結構きついのあったんですよ、正座とか、ね、正座ね、うん、はいはい、あれ立てないですもんね、うん、正座はきついよね、きつい、うん、立ったらもうすぐに、しかもスパイク脱ごうとスパイク履いて正座しとけって、うわー、でその時僕早々と交代されて阪神戦で2回ぐらいで、うん、正座しとけって言って、いやもうね、やっと9回だと思って負けてるし終わると思ったら、なんか大鵬さんが来てね、大丈夫お前のために勝ってやるからなんか9回ぐらいに同点ホームラン打って延長戦入って俺余計なことするんだから結局勝っちゃったんですよ、それ僕ヤクルト戦でしょ、違います、半数がヤクルト戦なんか、うん、参ったあの時は、うん、もう初めて唯一早く負けてくれと思ったみんなが心配してお前ってやるから、いやそれで俺怒られてるわけじゃないからなるほどなるほど、いや打ってくれて結局試合勝ったんですけど、なんかしかし星野さんの話してるとどんどん出てきますね、いろいろね、当時マネージャー福田さんだったかな、そう、とりあえず試合終わる前に新聞記者が行けちゃう、うん、動けないですよ足が、あもうこうやって行ったっすもん、捻挫するしね、いや福田さんも大変だったんじゃないの、マネージャーで、いろいろマネージャーね、あの気を利かないと、気が利かないと、福田さんすごかったですね、そういう点では、もう先事前にもうね、いろんなことやっとかないと興味持ってるとね、俺一回ね、東北シリーズで帰り飛行機東京かなんかの時にヤクルトと同席だったんですよ、うん、五越同州の、ああいや五越同州、うん、なったんだ、だけどあのスーパーシートっぽいの全部ドラゴンズがもう占めてて、あのヤクルトの首脳陣後ろに下がってったもんな僕らもちょっと広いシート座ってたんですよ、うん、そしたらヤクルトの首脳陣
じゃあとか言いながら一番後ろに監督はじめ、お中日強えと思ったけどね。いや中日強かったさ、ある意味。あれでも逆だったら完全発揮してるよね。やばい。多分乗らないし。すごい変えてるよね。やばい。やばかった。あれはねヤクルトの調子。いやでもね、こう今こういう話しましたけど、僕ら以上に周りのスタッフがもっと大変だった。大変だったと思うよ。僕らやってる方なので。まあ、こっちにもね、怒られる理由があるわけです、うん、だから早川さん初めっていうことですね、大変なの、周りの、まあ、とにかくね、わがままな人なんで、うん、僕ね、あの人見て思った、わがままな人ってね、自分に甘くて人に厳しい、はい、これもう間違いないです。なるほどなるほど。であの自分がわがままなんで気がつくんですよ、はあ、他の人のことすごく、はあ、それがいい本出るときはすごい上の人に好かれるんだけど、とにかくね、わがままであの自分に甘くて人に厳しいので、なるほど、人のこと気づくんです。あだからアラを探すのがうまい。 あともう一つね、へりくつが強い。あわがままな人の特徴ですよ、これ。へりくつが本当にうまいよね、うん、俺一回ね、これもミーティングで叱られたんだけど、俺ね、あのライト前ヒット打たれて、うん、二塁一塁で、うん、ライト前ヒット打たれて、俺ホームベースカバーに行ったの、うん、当然でしょ、うんね、うん、そしたら三塁にライトが投げた直で、うん、ボート投げた、投げた、おでこう思いしちゃった、うん、カバーいない、お前どこにカバー行ってるんだっってなってミーティングで、はいいと思うじゃん、普通ホームじゃないと思って、あんなもんな、お前ホーム間に合わない、サンだろって言って、こうやどうするんやって言われておかしい。それものすごく分かります。分かるでしょ、分かる、ね、普通ホームだろ、何がトーマライト前ヒットだもん、しかも一塁方向にスタート切ってんだよ、はい、ゴロのヒットだからすぐこうやってホームベースの方に走ってきて、見たらライトが大遠投してて、行こうと思って1点入ってカバーいなかったから、いなかったから怒られて、お前どこに。でも監督ってそこの大事なところのプレーじゃなくって、そういうところ見てますもんね、うん、だって川間さんでヒットってこうやって何やってんだろう、そうそうそう、基本的にヒットってねあんなならヒット打たなければよかったって川間さん言ってました。いや、ああいうことは結構多い、うん、だから俺もね、普通打球をかけるじゃん普通はでもホームでしょ。そうですよね、二塁一塁ホームだ、打者走者を見てる、うん、あそこで緩めたとかね、おかしいよね。だからあれは俺いまだにおかしいと思ってるけど、めちゃいや、こうでもプレー説明してたから俺、うん、これがこうやってこうやってこうなったらどうするんじゃーって手が上がったから、いやそれはだからサードで投げた選手が悪いんじゃないですか。ホームへ投げるべきで、いやサードにカバーしてない俺が悪い。いやまあその状況、向こうは向こうで判断してホーム無理だと思ってサードを投げてる。ああそっか、うん、でも俺はそうゴロのヒットだからね、そう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 、一応ファーストベースカバーして抜けたホームに、まあ、先生もちょっとカバーは難しいでしょ、ピッチャーなのに、うん、なんか言ってたよ、まあ、これがこうやと思う、うん、どうすんじゃって手が上がって、はいって言ったけど納得はしてないでよこっちも、こ、うんなもん絶対ホームだろうと思って、僕も一回広島戦でバッター正田さんでファールチップですよね、僕はもう取ってるんですよね、ファールチップで。山本さん、うん、あの落合監督ね、これもまたあの人との出会いで、うん、恩人の一人ではないかと思いますけど、落合監督ってのはどうでしたか。まあでもあの方はね、うん、僕が思うのはもう本当野球の神様がついてた人っていう、ね、こと思いますね。いい時監督になったし、うん、それでまた言うことが当たるしね、だそれが洞察力が深いのか、うん、それともね、もうそれに持ってけちゃう運持ってるか、どっちかだったと思うんですよ。あの言ったことが本当になるっていう、ね、うん、あのそれすごく何回も体験してて、うん、まあ、どちらにしてもでもね、あの時の、2004年に就任されてね、でもあの時のメンバーから見るとね、あれから5人ぐらい名球が入ってるの。あ、ね、立浪選手がいて、谷繁選手がいて、あ、まあ、僕がいて、岩瀬がいて、荒木選手もいるのかな、荒木選手もいるでしょ、で岩田選手がいて、謙信がいて、吉見がいて、チェンがいて、まあ、強いじゃない、メンバーがね。なんだけども、でもうまくまとめていってやったのはやっぱ、まあ、あの人の手柄っていうかね。でもまあピッチャーに関してはやっぱ森コーチがね、しっかりついてたっていうのは大きかったかな。なるほど。あの森コーチの言うことには一言も逆らわなかったみたいなんで、あ、はいはい、とにかく森コーチがこう言ったら、はいはい OK、 はい OK、うんうん、ね、だ森コーチが全部ピッチャーの方は組んで、うん、やってたんで、うん、まあ、その辺のあのアウンの呼吸も良かったのかな。なるほど、ね、ピッチャー交代も全て、その森コーチがだから自分の範囲外だからお前全部やれっていうね、その一任したのが一ついい方に、だから長期政権になったのかなっていうのね、ありますし、でもやっぱり
あんだけ優勝とかね上位にさせてもらったっていうのは感謝してるし、なるほど、ね、その中で使ってもらえてね、うん、それは落合監督じゃなかったらもっと早く やめてると思います。あ、そうですか。これなんでかっていうと、なんかね新聞で読んだんだけど、うん、直接言われたんじゃないんですけど、うん、俺は同じ力ならベテラン使うっていう記事を読んだこと。おー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 。なんでかと、同じような力だったらベテランの経験があると。あ、はいはい、勝つにはこっちの方が絶対、はい、もの知ってるから、うん、あ、すごくあれで励まされて、うんうん、あ、同じぐらいだったら普通の人は同じなら若い人使う、うん、もちろんその伸びしろもある、うん、でも今勝つならやっぱベテラン使うっていうようなことを書いてあったのを見てすごくね僕は励みになった。あ、それで、マスさんの出番も多くなったし、そうですね、うん、同じぐらいなら普通は同じなら若いやつ使うのが、うんうん、野球界の伝説ね、伸びしろもあるし、でも今勝たなきゃいけないんだったらベテランの方が同じ力ならやっぱり引き出しも多いし、勝つことはこっちの方が、うん、っていうのはすごく選手の使い方非常にうまい監督でしたよね。でもね、まあうまいとかハマるというかね、ハマるね、あ、まああれだけの選手がいてね、うん、あの中にまた大論打つとか、うん、はいはいね、福留孝介もいたし、そう考えるとすごいメンバーだったんですよ、はいはい、だとまあその脂乗ってきたね、こう井端荒木とか福留がちょうど成長する過程もあって、うんうん、まあ、その中で謙信がいて、で岩瀬がいて、うん、それで浅尾がいて、強いよね、うん、なるほどなるほど、うん、まあそうだけど、まあでもあれをああいうふうに持ってったったらね、監督の力だと思う、はい、もう本当すごいな、まあ予言者ですよ、うん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 、言ったことが本当になる、うん、ピカイチ名古屋チャンネル、僕も行く広島戦でバッター塩田さんでファールチップですよね、僕はもう取ってるんですよね、ファールチップで翔さん急に何を思ったら一塁走り出して、僕ボール投げなかったんですよ、うん、いやファールチップですね、監督出てきて審判とこうやってて、結局それ認めないって言ったら審判で、僕お前もギャーと怒られる三振ですよ三振いやボール当たってこうボール見せてね、結局審判それ認められないなった瞬間にギャーってお前ら結局審判がもうお願いしますファールチップはね、最後だからかすって地面に落ちてないんですよ、そうですよ、そうですよ、ね、三振なんですよ、うん、でベンチ帰ってきて、まだあれだからお前来いって言われて、お前どうのこうの、いや、ファールチップです、審判来いそれは無理でしょで、翔太さんも自分で言うと、あれ、なんか自分でファールっぽかったけど、うん、一応走って、まあ、僕は投げればことすんだんですけど、うん、もう確実に取ってるから、うん、今度審判って声で言われる、なるほど、一回、まあ、一回小松声もありましたからいやまあね、本当ね、でもそんなの普通にあったけど、まあでも今思えばね、全然あれが全部小屋敷になった、まあ、んだから、もう全然なん、もう恨みに思ってなんか誰も いないと思うよ。なるほどね。僕らはもう少なくともね、僕ら感謝してるんで、うんうんうん、最後にこれはもうドラゴンズファンの気持ちだと思いますけど、やっぱりこの黄金のバッテリーでですね、再びその首脳陣というか指導者の方に ね、そういうのしかもドラゴンズのユニフォームでね、うん、もう一回またやってほしいなと思うんですけど、それについてはいかがでしょうか。まあ、チャンスがあれば、僕声かかったことない、まあ、たけしはね、何回もいろんな球団でコーチされてるんで、うんうん、いろいろ経験ありますけど、僕はまあ長くやっちゃったからね、うん、なかなかお声かかんないですけど、いやいやいや、まあまあ、お声かかれば、うん、もう投げ打って頑張りますけどね。それだけね、その下での苦労もご存知だし、ね、外国行った時の苦労もありますし、いろんなその蓄積された引き出しも多いじゃないですか、松さんは。あ、まあね、どんな引き出しか知りませんけど、うん、まあまあでもいろいろ勉強はさせてもらったんで、うん、まあ、特にねこうメカニック的なところとか、うん、そういうのはすごく勉強しましたから、うん、まあ、まあどっかで使う機会があればぜひね、はい、うん、と思ってます。中村さんもぜひ山本さんと同時期にぜひまたもちろん、はい、黄金バッテリーでやってもらいたい、ね、みんなやりたいですよ ね、うん、はい、ぜひ座ってもらいたいと思います、はいはい、今日は山本真さん、それから中村武さん、お二人にお越しいただきました。長々と本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。サンデードラゴンズ初代アシスタントの古木です。
もうピカイチ名古屋チャンネル登録していただけましたか？登録、そして高評価、またまたコメントもぜひお待ちしてます。よろしくお願いいたします。